皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回は SD ガンダムバトルアライアンスの機体運用解説プラス総評シリーズです。今回はナラティブ、エイジと同じく DLC で追加する注目機体ユニコーンの開口艦という噂もありますが、果たしては追加機体の仕様が気になる方、ぜひご覧くださいね。本動画は A 装備の技も欲しいですけど、ノマランドの提供でお送りいたします。設計図はお決まりの DLC 神話の行き着く先だけドロップします。ステータスも流します。では格闘モーションを見てみよう。通常は3段それぞれ1ヒット、特殊格闘運ぶみたいな掴み技、またもう1回特殊格闘ボタンを押すと追撃一発が発生で、打ち上げ打ち下ろす回転攻撃、特殊格闘以外ほぼ無特徴と言っていいでしょう。しかしヒット数めっちゃ少ない。 SPA がメインのオールラウンダーにとって結構痛い。で、メイン射撃も特徴のないビームライン、ワンヒットなのでコンボ数も普通、まあ扱いにくいより全然いいが。次サブ武装を見ましょう。1はシールドミサイル、一撃2ヒットの物理射撃、性能もよその単発ミサイルと変わりません。バランサ決離性能が低く主に追撃が、確かに性能は平均値ですが、ミサイル系のモーションが遅いため機体特徴と合わせると総合的に使いにくい部類ですね。そしてサブに2等連撃、発動が早くヒット数も多い方ですが、近接しかも多段攻撃、出すタイミングが悪くと反撃を食らって集団されることもあります。ダメージとバランサー削り性能は悪くないが、バランサー面においてこの悪くないだけ頼るのも辛いです。コンボに組み込むことも可能ですが、やはりバランサーのために温存することをお勧めします。最後 SPA、 これゲーム中トップクラスの性能です。一撃系の遠距離攻撃、しかも射程はおそらく無限で、威力も最高級、特化的な自分も結構なダメージが出てきます。さらに恐ろしいことは横広くて貫通もします。調整と運を揃えばウクスボスを巻き込むこともできます。ナラティブ、もうこれ全振りですね。唯一の欠点は縦軸の対応がないことかな。で、ここ少し文句、多分この SPA かなり強いため乱用させないためにナラティブのコンボ性能を抑えたけど、オールラウンダーは使用弱者ですから抑えなくていいよ。マジでコンボ稼ぎ性能がエイジ並みでしたら評価が大幅に上がると思いますね。では構成と運用に入りましょう。まずはパーツ、物理化、全方位、オード化を確保しながら SPA の物理射撃をメインに強化します。物理化はビームライフルをモビルアーマー相手にも機能するための選択ですが、必要性はそこまで高くないと思います。もう一つ入れてもいいかものやつはスーパーアーマーです。これは2度連撃を中断させないための選択です。結構限定な用途ですが、バランサー決離性能を少しでも高めたい本気において入れてもいいかもしれませんね。スキル構成はこんな感じ。対モビルアーマー、モビルスーツともに対応する汎用構成です。複数ボスの時の迫害なども欲しいが、もう余裕がなさそう。ではコンボを見てみましょう。終了後立ち回りに戻ります。サブには組めますが、バランサー決りのためやはり温存をおすすめします。でももうジャスカでいいと腹をくぐったら
サーブ全力でいきましょう。ちなみに補足です。本チャンネルは基本無限コンボを考慮しません。無限コンボを達成するには構成の特化が必要であり、ステージ環境も影響されます。傾きの不安要素を考えると無限コンボを特例として扱うことにしました。語り出すと長くなりますので、とりあえずベース事案として扱うとの認識で。では立ち回り、対雑魚は武装を自由に駆使し回転攻撃を中心に回します。対ボスモビルスーツ、問題来ましたね。また結論から言うと、エイジと同じ仲間がいればまだいい。文句は後で。まず基本立ち回り、敵の攻撃をさばいた後、もしくは仲間のサブに合わせて面射撃に数発、サブ2サブ1でバランサゲージを削ります。面射撃は敵の回復を抑えるためで、その場の判断が必要で、サブ1と2の順番、実は自由でいいかもしれない。先に2を出すをデフォにするのは、連撃打ち切るまでやや時間が必要で、敵の攻撃の直後で出せば反撃を食らう確率が下がります。でも離された場合はどうしようもない。だから順番はそこまで重要じゃない気がします。またスーパーアーマー搭載なら反撃を食らっても打ち切れますので、この場合は1、2で相打ちを狙う方がいいかも。まあ仲間の助力があれば何とか削れますが、やはりエイジと同じ EX ミッションみたいな一気と対マンする必要がある場合、どうしても自利品になります。バランサーを諦めて HP だけ削る方針も視野に入れるほどです。エイジの動画のコメントも結局ジャスカーに走ることがファイナルアルサ。とりあえず何度か難局を耐えきれ、 SPA で一撃逆転を狙いましょう。モビルアーマー戦はオールラウンダーとインファイター共通の小出し戦法、遠距離不足あるとき逃げながら撃つ、打ち切るとサブ2ステップ、もしくは通常2回ステップで構成を維持しましょう。攻めすぎずちゃんとステップ挟めば生存力も高い方。もちろんロールアクションを常に維持します。敵がダウンしたら格闘を全力で。そして同じく難局を耐えしのぎ、最後 SPA の大逆転を狙います。結局どんな局面でも耐えて SPA で逆転のが基本ですね。持久戦避けられませんな。B ランクで同じ追加機体のエイジとほぼ同じ。ナラティブな SPA はエイジより優れる一方、基本性能、特にコンボ面が劣るので誤差はありますが、どんどんだと思います。戦法も同じく小出し攻撃しながら SPA で一気に逆転を狙う姿勢です。持久戦になることが多く、複数ボスのミッションだいぶ不利になります。でも逆に言うと、時間制限さえなければ安全第一で立ち回ると意外と負けることはない。まあ苦手分野の存在はやはり減点ポイントになるが、自分から見るともしコンボ稼ぎ性能が A 級並みでしたら A ランクにも入れるかもしれません。ロール格差調整いつ来るでしょうね。以上がもう一つの追加機体ナランティブの紹介となります。前期トップの SPA を持っていますが、いかんせん基本性能は低い。コンボ稼ぎ性能も意図的に抑えられたこと何より一体と思います。ある意味開発に殺された機体、キャラ1万円もひどいし、増強はもしくは補足や感想がございましたらぜひコメントまで。では本動画はここまで。他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。